え、待て待て待て。拠点、レイド食らってんだけど。修復しないと。とりあえず、扉クラフトして、ガレージもやられてましたね。急いで付け直さないと。板金の扉1枚とガレージ2枚壊された感じですね。まあ多分炸裂弾かな。で、こっちの方は壊されてないし、こっちの入り口も破壊されてないっす。え？てか俺さ、ここ、藁建築なんだけど。なんだなんだなんだ。建築不備が多いか？前回強化した時、ちょうど夜だったから、見えてなかったかもしれん。まあでもこれ、地面に埋まってるんでね。相手も分かってなかったっぽい。まあさっきね、ロケットランチャーの音、この近辺でバコバコ鳴ってたんですけど、それぐらいの強さの人は、まだ自分の拠点狙ってないっぽいですね。あれ？あの上の拠点やられたんだ。なんだろう、いろいろ変わってるっぽいかな。あ、そこの拠点が金属強化したな。もしかすると、そこの人がレイドしてきたか。まあでも見た感じ、抜きやすそうではあるかも、自分の拠点。で、かまどをずっと回し続けたいんですけど、拠点に木材がないんで、まず最初、白石取って、前哨基地で木材に変えたいと思います。で、今回でがっつり拠点も組み上げたいんで、そうなると常勤も欲しいんだよな。あ、ポータル出てる。このイベント来てから行ったことないんだよな。入ってみるか。ゾンビが襲ってくるはずなんだよね。けどこれ、銃声すんのかな？一応武器ボックス湧いてる。武器ボックスめっちゃ湧いてるじゃん。おい。あれ？ああ、下に出るよ。てか、こんだけ？ゾンビ1体しかいなかったですね。出ちゃうか。案外あっけなかったな。おお、怖い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 。まあもしかしたら外に銃声は響いてないのかもしれないけど、響いてた時、待たれる可能性あるからな。あそこにあったでかい拠点もやられたっぽいし、あそこもやられたのか。めちゃめちゃリードを切ってるっぽい。前哨基地やってきました。馬がいる。あ、割とスタミナあるね。硫黄が捨ててある。少しだけアイテム分解していきましょう。フランケンシュタインの頭って分解できるのか？え、できる？あー、微妙っすね。馬にチョコバー食べさせて、木材に変えましょう。漏れるな、これ。やばい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 。で、もう3000分変えたいと思います。うん、まあでもそんな、いらねえかな。1万5000分にするか。あれ、乗れない。持って帰りましょう。箱を開け切ったとしてもポータルって消えないんだね。湧き直しすんのかな。よし、無事帰宅。買ってきた木材でかまど回していきます。やべえ、なんか蜘蛛の糸みたいのつけちゃった。常勤ゲットのためにロケットのモニュメントパズル行こうと思ったんですけど、赤のキーカードがないんで、まずその赤のキーカードを取りに行こうかなと思います。馬じゃなくて、列車使って行った方がいいかな。この狙撃拠点とかずっとあるんだけど、これはやられないのかな？ということで着きました。
ロケット施設から戦車の落としたな。ん？これもしかして戦車討伐しようとしてる？一応アスレチックは2箱だけっすね。湧いてないな。モニュメントパズルも行かれてたりするか、これ。ちょっと様子見に行こう。で、ロケットランチャーの音してなくなりましたね。もしかして戦車失敗したか？いや、回られてるし。あ、し始めた。これ、戦車漁夫行けないか？いや、でも結構ロケットランチャー発射するペース早いな。これ、二人でロケットランチャーの筒持ってるわ。まあ、だから複数人でやってることになりますね。うっ。うわ、マジか。体力的にやれると思って前出たんだけど、ヘッドショット2発もらっちゃったな。まあ、さっきので青のキーカードロストしてしまい、拠点になくなっちゃったんですよね。まあなので、全焼キッチンの自動販売機で1枚買おうかな。さっきの人がウォータートリートメント回ってたのか、まあ、わかんないんですけど、次は、まあ、列車に乗ってトレインヤード行ってみようかなと思います。で、まあキーカードを育てたらロケット施設もモニュメントパズル行きたいけどね。青のキーカードを購入しました。一応さっき誰か戦車やってたんですけど、討伐したっぽいな。そのタイミングでモニュメントパズル行くのが一番いいんだけどね。ちょっとタイミング的にずれちゃうか。坂道で馬力がねえ。カジノ車両と合体しそうっすね。ドリブルしてんだけど。わ、乗り換えればよかった。またぶつかるな。え、なになになに、なんか乗り換えようかな。なんかクロスボウ撃ってきた人いたけど。あ、ゾンビ倒してたんだ。俺に撃ってきたわけではないんだね。殺しちゃったよ。うわー、球体とかも行きたくなってきたな。まあでも見た感じどうだろう。箱を湧いてなさそうではあるけど。で、この先のルートを右に行かなきゃいけないんだよね。右に入力して、これでトレインヤードに向かいます。なんかタレットあってもおかしくないな、これ。こっから徒歩で行くか。止まれ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 。今回ってる人がいたら、列車で敵が来たってなってんの。回られてんのか、これ。AI もいないっぽい。あ、いや、いるわ。回られてない。まあ、まったり回ってみるか。あれ、箱ないっすね。どの施設も定期的に誰かが来てるっぽいな。馬がいる。いや、箱湧いてねえわ。てか、なんなら、さっきのウォータートリートメントみたいに人いてもおかしくないね。まあでも AI いるってことで、モニュメントパズルは回られてはなさそう。湧いてないんだ。さあ、銃声させてしまいましたね。湧いてね。キーカード通して、わら箱ばっかか、これもしかして。え、武器ボックス一つだけ。
なるほど。まあでも今求めてんのは赤のキーカードだからな。こことか抹殺られてんのか。ないね。馬に乗って列車の方行こう。列車に乗れるか問題がある。この馬おっせえ。で、あと低質燃料的に途中で止まっちゃいますね、これ。え？待て。止まる。おい、拠点まで結構遠いんだけど、どうしよう。こっから徒歩は結構きついぞ。低質燃料もっと持ってくるべきでしたね。え？ゾンビか。まあ夜になりそうだし、頑張って徒歩で帰るか。ん？ミリタリーベース回ってる人がいるのか。え？敵いる。早く夜になってくれ。え？ダブルバレ？ミリタリーベースの漁夫行こうとしてたのかな。この辺、どこにでかい拠点があるとか全くわかんないからな。しかも真っ暗だし。帰れる気があんまりしないですけどね。AI の銃声かな。なんか空に向かって撃ってんだけど。ということで、無事に前哨基地に戻ってきました。まあ夜の間ほぼほぼ走ってましたね。パパッと分解したいけどな。出るタイミングで朝が来そうだわ。分解終了。夜の間に本拠に戻りたいぞ。で、まあ速攻でロケット施設のモニュメントパズルも回りに行きたいけどな。まあまた列車に乗って行くとして、この線路沿いに列車がない。ん？湧き直してるわ。これ乗っていけばいいんだ。無事帰宅。湧き直してるこいつで向かいます。何合体した？この辺で止めようかな。あれがロケットっすね。うわ、なんか怖いな。外壁とか持ってきた方が良かったかな。回り終わった後に、あの列車までたどり着ける気がしない。で、まあ、多分戦車はね、湧き直してると思います。いや、湧き直してないな。戦車の音しないっすね。E カード通しまして、箱も湧いてるわ。スイッチオン。入りましょう。上金ありがてえ。結構ね、上金出てくれてんだよね。エリートボックスいらないな。200個目。微妙。ラスト。まずいっすね。まあでも上金79集まってんのか。武器ボックス2箱。レッチョン。さあ、漁夫が来てるかどうかですね。いや、いるわ、いる。やば、フラッシュライト耐えちゃった。来てるわ。足音してます。向こうの方行ってんね。向こう走ってた。じゃあ今のうちに出ちゃうか。
マジで包囲されてたか。二人目気づかなかった。とりあえず1階部とその上の半ブロック金属強化していきたいと思います。全部金属で塗っていく。上から撃たれたりしないよな。ここにガレージドアをつけて、2階部の壁も金属強化していきましょう。あと床か。で、本当はここ狙撃場にしてもいいんですけど、もう一回上に上げれるようにしようかな。金属強化の方がいいかな。石がなくなった。やるかわかんないけど、奪ったプランターを置いていきます。どこで奪ったんだっけな、これ。今これ雨降ってるから水溜まってくんじゃない。まあでも拠点強化するんだったら塞がないといけないですけど。木材取っている間に雨足強くなりましたね。あ、やっぱ溜まってってるわ。で、プランター置いたことによって、ここ上がれなくなっちゃったんで、昇降口にしたいと思います。まあ今はね、ちょっと歯車ないんで、はしごで上がるけど。めっちゃ雨降ってきたわ。プランター置いたらちょうどだ。埋めちゃいたいんだけどな、これ。雨降ってる間は床つけんのやめるか。俺落ちないよね。うん、大丈夫そうだ。いや、これ開けっぱにしておくのさすがに良くないかな。 MLRS とか撃たれちゃう可能性あるもんね。三角の昇降口拠点にありましたね。前哨基地近くの拠点から取ってきたんだったわ。銃眼つけて、まあさすがに塞いじゃうか。屋上の屋根どうやって設置しような。こうか。列車走ってますね。よし、ミニコプはこの辺につけてしまいたいんですけど、石が足りないね。
石強化していきます。よし、まあいずれ、ここにミニコップをしまうって感じですかね。でまあこういう風に下の敵も撃てる感じにしてます。で、この空間はいずれ農業したいと思います。